やめてくれピグミー、村を壊さないでくれ。ゴーレムたちの総攻撃、相手の塔を壊しちゃえ。皆さんどうもコンコンチドイヒです。今日はマイクロレジェンズやってくぞ。どんなゲームなのか楽しみ。いきなりハゲ登場。なんだか可愛い顔してるな。あー、後ろからカチカチ、お米粒くん襲われる、大丈夫か。何ぼっとしてんだよ、急いで逃げろって。なんで花渡したんだ、仲良しなの。この世界では敵じゃないのかな。普通のマイクラとは違う世界。ネザーゲートが出てきた。なんだか豪華なゲートだな。なんか出てきたぞ。なんだこれ。あ、とんかつ野郎が出てきたのか。とんかつ野郎とハゲの友情物語かな。そんな風には見えないよ。ほら、攻撃してきてる。何ぼーっとしてんだよ。思いっきり火ついてるよ。急いで消さないと。ああ、カツラがなくなって太陽の光で燃えてる。ネザーの中に入ってった。ここにはトンカツ野郎がうじゃうじゃいるぞ。ネザーゲットがあったらどんどんトンカツ野郎が来ちゃうじゃないか。どうすんだこれ。なんだかピグリン以外の強そうなやつもいるよ。こんなやつ襲ってきたらこの世の終わりだ。じゃあこのピグリンたちからこの世界を守るっていうのがレジェンズのゲームなのかな。だったらもう諦めて、世界は終わりだ。諦めるなよ、頑張れよ。でもとんでもない量が。なんだこの人、ハゲてる。アクションとナレッジは私と来て、一緒にこれを見ないと。っていうか目多すぎじゃない、この不気味さ。こいつがラスボスか。だけど豚っぽさはなかったよね。でも味方っぽくないよ。なんかちっちゃいやつも出てきた。こいつは仲間っぽいな。確かにちっちゃくて可愛いキャラだね。とんかつ軍団にやられていく世界を見てるのかな。お、ゴーレムみたいなのもいる。こいつらは何なんだろうな。これが主人公なのかな。主人公には見えなかったけどね。フォアサイト。フォアサイト、何ですかそれ。君も私たちも恐れて。この子の声低く。いいえ、こんなことになってしまって悲しいのよ。悲しいって、うんち漏らしたことが。ピグリンたちに襲われたことに決まってるでしょうが。何かを始めるみたいだ。何する気だ。今流行りの異世界転生か、異世界転生か。どこに行くんだ、どこに。なんだか下へと降りてってるぞ。主人公登場するのかな。それにしてもとんでもなく下に降りてくな。こんなところに主人公いるの。もしかして これが主人公。ブランチマイニング中だった。驚かせるつもりはなかったんだ。嘘つけ。あなたの勇気と創造性に助けを求めることにしたわ。それでそれで。私たちの世界は攻撃を受けている。マイクラとは違う世界なのか。これはあなただけが防げる危機。僕だけが。時間がないの。私たちを助けてくれないかしら。断る。断るんじゃないよ、助けてあげなさいよ。ありがとう。さあ勇敢なヒーロー、私たちと共に行くのよ。少しだけ待ってくれないか。もうすぐできるだろう。やっぱり異世界転生。ようこそ。あなたに頼みたいことがたくさんあるの。そしていよいよマイクラレジェンズスタートか。というわけでまたお会いいたしましょう。こんなとこで終わろうとすんなよ。まだ始まってもいないよ。なんだ、まずはヒーローを決めろって言ってんのか。この仮面つけてるのがかっこいいか。さあいよいよスタート。どれを選べばいいのかな。これかな、なんか面白そうだぞ。それじゃあ早速行ってみよう。とんかつ軍団がどんどん出てきてる。これを倒していけってことなんだろうな。よし、頑張っていくぞ。操作方法はどうすればいいのかな。まあぶっちゃけマイクラと変わんないかな。とりあえずいろいろボタンを押してってみるか。あ、こんなとこにハゲがいる。
ハゲをガンガン攻撃。恐ろしすぎる主人公だぜ。攻撃方法は分かったぞ。他にもボタンを押してこう。なんだこのボタンは、どうやってやっていいか全然わからない。なんかチュートリアルとかないのかな。何の説明もなかったらこれきついぞ。確かになんかもう始まろうとしちゃってるもんね。でもマイクラも何も説明もなしに始まったしいいのか。よし、攻撃方法は分かってるし、とんかつ野郎をガンガン倒せばいいってことでしょ。あそこにネザーゲットがあるぞ。敵出てくるか。おお、出てる出てる。よし、こいつら全員倒してやる。切って切って切りまくれ。たくさんの敵を切りまくって、マイクラ無双みたいな感じなのかな。なるほど、そういうゲームなのか。なんか僕のこと無視してもう村に行こうとしてるな。ハゲ退治しようとしないで僕と戦え。あれ、敵どこにいる。見失っちゃった。いた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 。くらえ。よっしゃ、倒したぞ。他にはいた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 。意外と敵がちっちゃくて見づらいな。敵の数はまだ残り12体。どこにそんないるんだよ。隠れてないで出てこい。一列に並んで次から次へとやられていけ。そんなこっちに優しい敵いるわけないでしょ。残りの敵は2。どこにいる。わからんな。あれ、勝ったぞ。なんかよくわからんけど勝ったみたいだ。やるじゃないか、ドヒー、おめでとう。なんかゲットしたのかな。でもアイテムとかどうやって使えばいいんだろうな。よくわからん、よくわからん、よくわからん、ランランランル。そのギャグの方がよくわからんよ。なんか宝箱みたいなのあるけど、どうやって開けたらいいんだ。開け方もわかりません。何もわからなすぎだね。こんな宝箱を真っ二つにして開けちゃえ開けちゃえ。切って切って切りまくれ。そんなんじゃ絶対開かないと思うけどな。気づけばまた敵出てきてんのか。どこから来てんだ。あそこにネザーゲットがあるぞ。ここから出てくる気か。ああ、来てた来てた。次から次へと倒してやる。今回も大量に敵が出てきてる。50体ぐらい出てきてんね。そんなに。こっち一人だよ。卑怯でしょ。反則負けでしょ。まあ悪いやつってのは反則しまくりだからね。これでもう敵はいなくなったか。いや、まだ36体いるよ。そんなにいるの。だけど見当たらないし、敵はすべて逃げたんじゃないの。いや、村の方を襲っちゃってるよ。嘘でしょ。勘弁代弁関西弁当屋さん、とんでもなく攻撃されまくってる。ハゲたちも手伝ってくれよ。一人じゃこれ厳すぎる。なんかめっちゃここを攻撃してるね。これが拠点ってことなのか。さらには真ん中のメーターめっちゃ減っちゃってるよ。ここ攻撃されてゼロになったら負けってことなのかな。だったら急いで倒さないと。このままだと負ける。ピンチピンチ通り越して、ポンチペンチポンチ。ポンチってなんだよ。ギャグやってる場合じゃないでしょ。ちょっとこれ一人じゃ限界あるって。もう今今負けそうだよ。もしかしたら一人で戦うゲームじゃないのかもしれないね。そうなの。だけどどうしたらいいのか全くわからない。なんとか勝ったけども、宝箱の開け方もわからない。これはもう大変だ。でもこんな強いやつ倒したらもう終わりなんじゃないの。確かに、こんなのよりも強いやつ出てこられても勝てないもんね。と思ってたけどまだ続きそうな雰囲気か。じゃあそれまでに何か操作方法を覚えとかないと。だけどいろいろボタンを押しても何が何だかわからない。また敵出てきちゃったみたいだよ。地獄獄獄獄獄獄下に運命。敵はどこだ。必死にここ守るしかないな。さっきより強くなるなんてもう
守れない気がするけどね。敵が出てくるのはあっちか。よし、必殺技を決めてやろう。 TNT ギリッとだ。爆発したか。そんな技ないでしょ。ただただ切ってるだけだよ。もう僕無視してここに直行してるよ。もうこれ以上攻撃するのやめてください。お願いします。あとちょっとでここ壊れちゃうからさ。やっぱり相当厳しい戦いだな。うじゃうじゃ来ちゃった。うじゃうじゃ、どうでしょう。なんだよこの量、頭おかしいでしょ。どうやったらこんな量と戦えるんだよ。どうすることもできない量だね。やっぱり一人で戦うんじゃないのかもしれないね。嫌なんだからさ。ゴーレムとかいないの。ゴーレムとかもしかしたらどっかにはまって動けないとかかな。ってそんなこと言ってる場合じゃないな。もうあとちょっとでやられちゃう。しかもなんか爆弾みたいの投げてるやついるか。そうだね、大砲みたいの撃ってるやついるかな。そんなの食らっちゃったらここもう終わりなんじゃないの。やめてくれマジで。それ以上攻撃しないでくれ。なんとかギリギリ助かった。頼む、これで終わり、これで終わり、これで終わりでしてくれ。本当だね、もうこれ以上は無理だね。まだ終わりじゃないっぽい。これ以上強くなるわけでしょ相手が。どうしようもないよこんなの。マイクラレジェンズ激ムズゲームだよ。下にもいろいろあるし、操作方法さえ分かればなんとかなるんだろうけどね。分からんまま、また次のは始まってもた。だけど宝箱開けれた。やった、これで勝ち確定、ありがとうございます。あれ、だけど何も入ってない。嘘でしょ。なんかすんげえ武器とかさ、仲間とかさ、なんかないのかよ。宝箱開けれるくらいじゃ無理みたいだね。ハゲたちごめん、この村はもう終わりだ。完全に諦めちゃったな。だって次も敵とんでもない量出てくるよ。こんなの勝てるわけないでしょ一人で。確かに1対80は頭おかしいね。こんなのプロゲーマーでも勝てない戦いだ。だけど一応戦っとくか。どうだ、くらい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 。全然倒せない。もっとやられてくれないと無理だって。80体もいるんだからさ。しかも2箇所から出てきてる。こっちのやつも倒さないと。嘘でしょ、拠点がやられちゃった。あっさり負けて、あちぴちぱ。厳しすぎる戦いだったね。頼むから操作方法を教えてくれ。もしかしたら間違ったやつ選んじゃったのかな。右から2番目やってたけど左からだったんじゃないの。なる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 ほど。じゃあ左のやつやってみようかな。これでいろいろ教えてくれんのかな。こんにちは。大丈夫か。さっきのだ。この手の旅ではいつも調子が悪くなる。勇気を出して来てくれてありがとう。いえいえ、私はホアサイト。僕はアクション。そして私はナレッジ。僕は神様。違う状況であっていればよかったけれど、この世界は今攻撃されている。嘘つけ。あなたの助けが必要よ。ピグリンという汚れた生き物がこの平和な土地とここに住む全ての生き物を征服しようとしているの。さっき負けたよ。君の助けが必要なんだ。でも心配しないで、君は一人じゃない。さっき一人だったけどね。ずっと行ってみたいと思っていた。君にお見せしよう。なんかアイテムがあったのか。このリュートで正しいメロディーを奏でれば、アレイたちが資源を集め安全に保管し、必要なものを何でも立ててくれる。アレイが助けてくれたのか。この中で創造の炎を燃やすのよ。はいはい。その炎が共に戦ってくれる仲間を呼ぶわ。やっぱり仲間いたのかよ。あなたがオーバーワールドを防衛するのを手助けしてくれるわ。さっき来なかったよ。これが勇気の旗だよ。これを高く掲げればこの世界は君を助けるために立ち上がるんだ。そういうことは最初に言ってよ。いきなりあんなとこやったら意地が悪いんでしょ。だってわかんないじゃん。ピグリンの上は開くことを知らない。奴らはすでにオーバーワールドに拠点を持っているわ。止めなければ全てをむさぼり食うでしょう。この世界の誰もが備えられてなかった。でも君ならできる。だからこそ私たちは君を呼んだ。君こそが希望なんだ。天才ですから。お、なんだなんだ、ネザーゲートじゃない、ゲート。馬がいるぞ馬が。何がそんな面白いんですか。時間はないが
この道具について説明するくらいはできる。ようやく。やっと戦えるようになるね。ピグリンが現れたことで、オーバーワールドでどんな試練が待ち受けているかわからなくなった。そうなの？この道具の使い方を早くマスターしてしまおう。わかったよ、やってやる。アクションのところへ行って始めよう。アクションってどれでしたっけ？忘れちゃいました。さっきのゴーレムみたいな、このことじゃない？ああ、あのカチデカベイビーのことね。またひどい名前つけられてるな。とりあえずあの明かりのあるところまで行けばいいってことなのかな。到着。やってきたよ。仕事に取り掛かろう。仕事？ピグリンと戦うために必要な資源がたくさんある。資源ね。それ君のリュートで正しいメロディーを演奏すれば、彼らは君のためにどんなものでも集めてくれる。メロディーを奏でて、木を集めることから始めよう。そのメロディーとやら、どうやって奏でたらいいんじゃい？右に説明出してくれてるよ。漢字読めないから、よくわからないけど、とりあえず、マウスの左クリックを押せばいいのか？あ、なんか出てきた。そして、右クリックかな。これで木材集めてくれ。おおお、集め出してる、集め出してる。やった。すごいよ。やっとやり方分かってきた。アクションがいる場所へ行き、リュートを使って石を集めよう。次は石か。っていうか、アクションって誰？だから、ゴーレムみたいな子だって。ああ、この子か。じゃあここで石を集めるって言うんだね。やり方はさっきと一緒かな。さあ、石集めてくれ。こんな感じで素材を集めるゲームなのかな。マイクラなんだし、建築したりするんじゃないのかな。これで必要な素材が揃った。そうなの？次はアレイを激励するメロディーを奏でて必要なものを作ってもらうんだ。おい、階段を作れば君もこっちまで来ることができるよ。なるほど、階段を建築すればいいのね。また操作方法が出てるな。まずは C ボタンを押さなきゃいけないのかな。 C ってどこだよ。パソコンの操作方法は難しいな。なんとか押せたから、あとは階段を作ってみよう。どうすりゃいいんだ。マウスを適当にいじってみるか。あれ、うまくいかないな。アレイが構築した足場は階段としても使用できるよ。捉え方次第だね。はあ、何言ってんの。厳しいなあ、教えてくれてんのに。これで階段できたかな。ようやく先に進めるようになったぞ。お見事だったね。階段があればかなり時間を節約できるよ。創造の炎を使って友を戦闘に呼び寄せるぞ。どうすんの。ラピスはこの炎を明るく燃やし続けてくれる。チェストから取ってスポナーメロディーを奏でるんだ。まずは宝箱を開ければいいのね。開け方はさっきやったぞ。さあ、その炎を灯そう。はいはい。スポナーのメロディーを使ってさっき出会ったゴーレムを呼ぼう。仕方ないな。じゃあやりますか。だけどどうやってやりゃいいんだろうな。あ、間違って、また開けちゃったよ。次は X のボタンを押すみたいだよ。これか。これで仲間を出すことができるのか。よし、出てこい、ゴーレム。これで出てきたか、ゴーレム。あれ、ゴーレムじゃないの。作ってるぞ。お見事。それぞれのスポナーには仲間を呼ぶことができる創造の炎があるよ。早く仲間を呼んで。あ、スポナーを作ってたのね。じゃあここからゴーレムを生み出せばいいってことなのか。よし、やってみよう。 Q ボタンでどんどん生み出せる。めっちゃ出てきた。こんなに出すことできるんだ。ゴーレムにとってはこれが初めての戦闘だけど、君のすぐ後ろで集結してるよ。勇気の旗を使って君の仲間をこっちに連れてきてみよう。そんなことよりもめっちゃ出してみた。出しすぎなんじゃないの。いっぱい出した方が楽に敵倒せていいでしょう。さあみんな、ついてこいって、全然ついてきてないの。旗を振って呼ぶって言ってなかった？おい、こっちだこっち。こっちにみんな来い。なんかこれってピクミンみたいだな。それは言わない、お約束。お見事。ありがとうさん。ゴーレムについて来られるのが嫌なら、旗をもう一度掲げてゴーレムたちを止めよう。止める練習もしとかなくちゃいけないってことかな。
じゃあここでみんな止まるんだ。時間よ止まれ。ザワード。やったね。よし、旗を使えば仲間を好きな場所へ送り出すこともできる。アクションの元に送るんだ。アクションって誰？だからゴーレムみたいな子だって。いい加減覚えなさいよ。じゃあここに連れてこいばいいのかな。さあ来るんだ。ここに行くんだ。ここにみんな。こんにちは小さなお友達。運命の泉の中にピグリンがいるなんて考えたくもないが、君が戦闘で旗を使う練習ができるようにダミーをいくつか作ってみる。ここからいよいよバトルか。時間かかっちゃいましたが、ようやく本番。小粒ゴーレムたち一緒に戦うぞ。あそこにどうやら敵がいるみたいだな。みんなついてくるんだ。一気に行くぞ。突撃突撃。とんかつ野郎を探してみんなで倒してけ。いいだぞ。一気に攻撃だ。あとは任せて寝てますか。自分も戦いなさいよ。じゃあガンガン行っちゃうよ。敵を倒して倒して倒しまくる。建物も壊しちゃったよ。よし、こっちの建物も壊してこうって。みんな何やってんだよ。次の指示出さなきゃ動いてくれないんじゃないの。いちいち指示出さなきゃいけないってことなのか。大変だ。もう勝手に戦っといてくれよ。さあ、ここで習得したことを本番の戦いで活用するんだ。きっとピグリンは手も足も出ない。準備はできたようね。急いで動き始めるわよ。村の一つが攻撃を受けたみたい。準備まだです。伝説の剣とかください。君をすぐに世界へ送り出すよ。チュートリアル終わり。早速始まっちゃうみたいだ。行ってきます。お邪魔します。ここがヤバいワールドか。ハゲたち大歓迎ありがとうございます。なんだか全然平和に見えるけど本当に襲われてるのかな。もしかしたら今から襲われるのかもしれないね。じゃあゴーレムとか出す準備するか。私たちの世界へようこそ。お邪魔。きちんと案内をしたいところだけど、村があなたの助けを必要としているわ。そんなの。さあ急いで村へ向かって。ここが村じゃなかったのかよ。それを利用して正しい方向へ向かうんだ。村の場所はどっちだ。こっち側か。よし急いで行こう。結構遠いな村。あれか、見えてきたやつか。村が見えたよ。急いでそこへ向かおう。ここから戦い。ちょっと疲れたから休ませて。休んでる暇ないよ。襲われちゃってるよ。ハゲたちが必死に逃げてる。とりあえずこれを見届けよう。いやいや、救ってあげなさいよ。そこまで言うなら仕方がない。助けてあげよう。思いっきり捕まっちゃってる。敵同士で頭叩いてる。何やってんだこりゃ。というわけで戦い行ってみよう。小さなピンクのモンスターたちを阻止しなければ。まずはゴーレムを出せるようにした方がいいか。急げ、ピグリンを全部始末しなければ。だけどどうやって出すんだったっけ。さっき覚えたことを忘れてんのかよ。やっぱり一人で戦うしかないのか。またやられるよ。下の X 出してスポナー作ればいいんだよ。そうだった。じゃあこれでスポナーを出していくぞ。ちびっこゴーレム出していこう。ここに作る。あとはここからちびゴーレム出しまくれば勝ち確定。ありがとうございます。ピグリンが落としたラピスはスポナーの燃料として使える。ラピスを集めて火を燃やし続けるんだ。はあ、何言ってんだよ。説明してくれたでしょうか。よくわからんけどたっぷり出てきたぞチビックゴーレム。さあ僕についてくるんだ。そしてトンカツ野郎、次から次へと倒してけ。もうトンカツでカツ丼作ってやるんだからな。何わけのわかんないこと言ってんだよ。よし突撃突撃、次から次へと敵倒せ。チュートリアルを終えてまともに戦えるようになったね。当たり前だな、ブロックも天才ですから。自分で言ってて恥ずかしくないのかよ。残りの敵はどこにいる。
ちびっこゴーレムたちで一気に倒してやるぞ。あー、こっちか。よし、みんな突撃だ。敵を倒す倒す倒せ。僕はのんびり見てるだけ。ほんと足りたんがだな。これで終わりだ。やった、勝ったぞ。こんなの楽勝。あんたが大将派手ですごいぞ。マグロの回転ショー。ギャグではなくてイカロ。英雄だ、英雄。英雄になれたぞ。なんだ、上になんかあんのか。村の拠点かな。壊されちゃってんのかな。これ壊されたら人生終わりなんじゃないの。当面の危機からは出したけれど、村は壊滅させられてしまったわ。ダメじゃねえか。ピグリンが噴水をめちゃくちゃにしてしまったの。大工の小屋は近くにある建造物を修理するんだ。アレイに小屋を作らせてみよう。大工の小屋を作っていけばいいのか。じゃあここに作っとこう。壊れた噴水を修理するための道具は持っているな。木や石が足りない場合は集めることを忘れないようにするんだ。めんどくさーめんどくさーい。僕天才、緑のお野菜チェンゲンサイ。あー、よかった、水の流れが戻ったわよ。大工の小屋作ったおかげで直してくれたみたいだ。別の村に攻撃を仕掛けているみたい。またかよ。時間がないわ。村人はあなたを必要としているの。次の村行くのか。村探すの遠すぎだ。あ、ようやく見つかったぞ。よし、次はこの村を助けていこう。まずはスポナー出していこう。スポナー出すのもスムーズになったね。これでチビゴーレムは出しまくれる。一気にチビゴーレム1000体ぐらい出しちゃおうかな。さすがにそんなに出せたりしないでしょう。いや、いけるかもしれないよ。どんどん出てこいチビゴーレム。これで終わり。村を攻撃しているピグリンを倒さなければ、これ以上奴らの好きにさせてはいけない。そんなことよりももっとゴーレム出せるようにしてください。もしかしたら何かを建築すればたくさん出せるようになるとかあるのかもしれないね。あっという間にとんかつ野郎たちを撃破だ。めちゃくちゃ秒殺で終わったね。余裕のやっちゃん89歳。みやちゃんと勝利。あなたのおかげよ。村人たちの方こそ君に感謝してるよ。村に行って噴水の下にあるチェストを見てごらん。サプライズが待ってるから。サプライズ、金かな。金、どんだけお金好きなんだよ。ここでも大工の小屋作っといた方がいいのかな。そんなことよりも宝箱宝箱、ダイヤの剣とか出てこい。平和的だが、できる限り助けになりたいと思っているんだ。それで君への感謝の印に、彼らは豊富な資源で戦いを支援してくれる。ダイヤの剣よこせ。君が世界を救ってる間に、彼らは君のために材料を収集し続けるんだ。ピグリンが村の外れに集まって、また攻撃を仕掛けてくるのではないか。もう来ないでよ。今のうちに防御を築いた方がいいだろう。矢の塔はこの村を守ってくれるだろう。そんなこともできるのか。じゃあこれが勝手に戦ってくれるってことか。これとゴーレムたちが戦ってくれるから、あとは寝とけばいいだけか。率先して戦いなさいよ。ピグリンが襲来したわ。ヒーロー、覚悟を決めましょう。矢の塔は作りまくっちゃったよ。これで準備万端。おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン。戦い勝てるかな。ピグリンは四方八方から攻撃してくる。コンパスを見て攻撃が来る方向を確認するんだ。そうなの。だけど矢の塔そこら中に作りまくってるから、どこからかかってきたって大丈夫。おならがブー。さあ倒せ倒せ。次から次へと敵を倒しまくれ。だいぶゲームには慣れてきたね。チビゴーレム、どん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 襲いかかれ。さすがにこっちの攻撃にはとんかつ野郎たちも泣いてるだろうな。まだまだ油断はできないよ。あっちだって強いやつ出してくるかもしれないから。あれ、敵どこだ。どこに隠れてる。もうビビって逃げ出しちゃったんじゃないの。いや、そこにいるよドヒ。もうビビって隠れちゃってんのか。じゃあ地獄のかくれんぼのスタートだ。見つけたやつから倒していくぞ。なんだかこっちの方が悪者に見えてきたな。なんだかあっさりと勝てそうだよ。とても順調だ。もう少しで勝てるはずだ。めちゃくちゃ余裕で勝っちゃった。
もっと強い敵出てきてよ。そろそろラスボスとか出てきてよ。それはまだ早いって。村は無事だぞ。君ならやってくれると思っていた。村人たちは君が噴水を守ってくれたことを喜んでる。特別な感謝の印におまけの資源をいくつかチェストに入れてるよ。っていうか喋りかけてる君たち誰？チュートリアルでいろいろ教えてくれた人たちだよ。忘れんじゃないよ。また別の村へ攻撃の準備をしているらしい。まだ？だが今回はこちらが優位に立って。そうなの？村を囲むピグリンの拠点を破壊できればこの進行を食い止められるかもしれない。次は拠点を壊せばいいってことなのか。やってやるぞ。何か見えてきた。これが拠点なのか。よし、みんなで突撃だ。一気にここを壊してやる。っていうか上上がれないじゃないか。まずは階段作らなきゃいけないのかもしれないね。階段ってどうやるんだったっけ。その前にまずはスポナーとかも出せるようにしておこう。あれ、スポナーここで作れないぞ。敵の拠点では作れないようになってんのかな。本当だ、ちょっと離れないとダメなんだ。じゃあ階段も近くからじゃ作れないってことなのかな。これは戦うの大変そうじゃないか。一か八か近くから行けないかな。お願いします。ほらやっぱり無理そうだよ。そこをなんとかお願いします。やっぱりダメ。いい加減諦めなさいよ。どうにか奇跡起きないかな。いけー。あーダメだ、もう分かったよ。諦めればいいんでしょ。じゃあ遠くから階段作っていきますか。だけど遠くから階段って届くのかな。こんな遠くから行けんの。それじゃあここから階段伸びろ。おお、行けた。こんな遠くから行けちゃうんだ。じゃあみんな敵の拠点に攻め込むぞ。ついてこい。っていうかもう戦ってるじゃないか。なんだよ、階段作る必要なかったのかよ。どこか登れるところあったんだね。じゃあどんどん拠点を壊していこう。意外と拠点しょぼしょぼだからさ、あっという間に終わらしちゃうよ。まだまだ敵は弱くてよかったね。相手が弱いというかこっちが強すぎ。強ぽん一歳半、強ぽんベイビー。だけど建物はそう簡単には壊れてくれないんだ。本当だね。っていうか落ちちゃってるゴーレムたちがいるよ。結局上上がれてないのかよ。このゴーレムたちを誘導するのが難しいな。そうだね、これ慣れないと大変だね。全員集合、全員で突撃突撃。さあこの建物壊して、残りはあの塔だ。これを壊して終わりだ。みんなガンガン行け。全員で攻撃すればあっという間に終わるかな。こんなの楽勝、あんたが大将派手ですごいぞ。マグロの回転ショー、一瞬にして終わらしてやる。やったやったぞ。相手の拠点に壊しました。この拠点は片付いた。だけどまだピグリンはたくさんいる。じっとしてる。これでまだ終わりじゃないのね。じゃあこの調子でどんどん相手の拠点を壊していこう。バイバイバイ、ポンポラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。